はい、これはマグネシウムリボンです。割とよく知られた金属ですよね。価電子2で、原子番号12の、銀白色の光沢があるんですけども、これかなり古いマグネシウムリボンです。これ使って、燃焼実験をしたいと思います。ピンセットの先にね、切れ目を入れますね。こんな風に切れ目入れていくとね、そこのところが燃えやすくなるので、ライターで炙ってみます。はい、眩しいですね。ちょっと凝視するとちょっと目が潰れそうです。でここにビーカーに普通の冷水置いてあるんですけど、追いつけますと、まあ、消えますよね。冷たい水、普通の水道水なんですけども、なんかいっぱいこう白い煙みたいな粉みたいなのが散ってますけど、これはマグネシウムが酸化して酸化物 MgO ですね、酸化マグネシウムができたことになります。で今水に入れたので、この白い粉状の酸化マグネシウムがですね、水溶液になって、その水溶液は塩基性を示すと、アルカリ性を示すということで、フェノルフタリウム 2,3 滴入れますとね、若干、ピンク色に、赤紫色にね、さっきの映像ですとマグネシウムリボンが燃えたままですね、この冷水に入れると火が消えてしまったんですけど、今度は温度を温めて、この水をですねちょっと温めてお湯にして、同じように操作してみたいと思います。温度を上げて沸騰水にしてやると反応速度が高まって、その反応が維持されると。で特に水の中なんですけど、酸素はそんなにないんですよね。直接水分子と反応してしまうと、水分子の酸素原子と反応してしまうということを示す実験です。だいぶ温度上がってきましたね。じゃあ先ほどと同じようにマグネシウム切れ目を入れてね、火をつけやすくします。激しく沸騰してきました。火はこっちのコンロの方から燃えます。そんなに長く燃えるわけじゃないんですけど、一瞬さあちょっと見事に燃える感じじゃないんですけども、中でこう輝いているのが見えたかなと思います。じゃあ同様にフェノルフタリウム入れてみます、ね、赤紫色に変色しました。水溶液がアルカリを示すということも分かります。化学反応式ですとか細かい解析については動画のリンク先、説明概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらをご覧ください。